皆さんおはようございます。ベンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は1年生常用漢字の赤道の赤、赤道の赤、赤ですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては大きく2点、ここ2番目の横線をやりすぎなぐらい長く書いてもらうということと、下のこの2本の線を細長く書いてもらうことですね。はい、それでは1画目、直線右上がりの短い線ですね。続いて縦線、斜めに押さえてまっすぐですが、この2本線の間の距離よりも上の距離の方が少しだけ長く書いてもらうとかっこよくなりますね。今日はだいぶ似通っておりますが、上を長くしといてください。続いて長い長いふっくら右上がりの線ですね。本当にすごく長いです。で続いて細長い2本線を書いていきますが、上にくっつけて一度斜めに押さえて少しだけ左に振っております。いいですかね。まっすぐよりは少しだけ、これあんまりやりすぎると格好悪くなるので絶妙にやってください。で足の高さが右側の跳ねる位置よりも少しだけ高くなってください。続いて上くっつけて斜めに押さえてまっすぐ、さっきよりも長く、で次に向かって跳ねると、こちらですね、こっちに向かって離れてください。で払い押さえがありますが、左右とも下のスペースよりも上のスペースの方が短いですね。なのでこの払い押さえはできるだけ上の方に書いてください。であまり離さないようにしてくださいね。はい、結構近めに書いてあると思います。斜めに押さえて払う。で少し外側がふっくらしているような、右上がふっくらしているような感じで、あんまりやりすぎる必要はありませんが、ふわっと押さえてくださいね。はい、それでは書いてみます。短い線、長く斜めに押さえて少しだけ長く、はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。